こんにちはファンカスラボ浜の接骨院長の平野です今回はですね羽生結弦選手がですね、えー、プロ転向の考え表明しましたよね、えー、その記者会見の模様を見てですねあの私の感想とかですねあと足の状態とかが心配ですけどねその情報の中からですねお話ししてみます会見の模様皆さんの方が知ってますよね、えー、羽生選手はプロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意しましたと述べて 今後競技会に出るかどうかっていう質問に対してこれから競技会に出るつもりはないです結果に対して取るべきものは取れたと述べましたとおっしゃってますね羽生選手現在アマチュアというポジションなんですけどねそのアマチュアってポジションからプロのスケーターに移るっていうことですねそのアマチュアとプロの違いについてまず調べてみましたあのフィギュアスケートでのですねアマチュアの定義は国際スケート連盟に登録している各国のスケート連盟に加入してて 選手登録をしている選手をアマチュアと呼ぶそうです各種競技会ですよね例えばオリンピックとかあとは世界選手権とかですねそこら辺に出場できるのがアマチュアでそれがそれに出場する権利がないなくて例えばアイスショーとかねそういうのに出られるのがプロということですよね過去においてアマチュアはアイスショーの方に出場して賞金稼ぐとかそういうのできなかったみたいなんですけど現在は一部できるみたいなんですよね だからプロとアマチュアだとプロの方がなんかいろいろ広い広くいろいろできそうなんですけどあのフィギュアスケートの中ではアアマチュアの方がよよりメジャーなな存在いいうことみたいなんですよねでもうちょっと私深掘りしてみたんですけど、えー、とアマチュアっていうのはですねあの競技会に出るってことは採点により評価をするっていうことかなと思うんですよね。で評価をするのも他人が評価する。 であの目指すものは高得点をいいかかにに取るとうことになりますよね日の丸を背負ってとかいいじゃないですかライバル国他の国に勝ったとか負けたとかねそういう勝負その結果が他人から求められるっていうことですよね国の意思を背負ってとか周りの期待を背負ってという形で勝負が進められるっていう形ですねいわゆる他人軸で物事が進んでいくっていう状態ですね。ってことは逆に考えるとメジャーっていうことですよね。 あのメディアとかメディアあのマスコミとかですね世間の目からは大きな存在として注目されるっていうことになりますフィギュアスケート界においてはプロよりもアマチュアの方があの注目度が高い世間からの注目度はより大きいっていうことですねあと遠征がが多かかったりとか試合が決まってますよ、ね、あの、まあ、もちろんプロも決まってるんですけどより多くなったりと,より,とあのよりスケジュールが詰まったりとかすると思うんですよね その結果として、十分な回復時間とか調整期間が取れないっていうのはありますよね？あとは一つのこだわりの演目クワッドアクセルですかね。4回転半にこだわりがありますよね。そういうことではなく、高い点数を取るにはどうすればいいかっていうことに、あの注目してあの練習しなきゃいけないですよね。よって一つの演目にこだわる時間っていうのがないですね。 あのー、我々も含めてですね世間はそういう一つ一つのことをですねじっくりと取り組んでくる時間というのをですねなかなか与えてくれないですよね今度はどうか今度はどうかもう治ったのもう治ったのとかあの次出場間に合うの間に合うのとかってなってちょっとせかしちゃってますよね応援すするがあままりり逆に急かししちゃったりしますよね世間我々はですね羽生選手の幸せを,を願ってるんじゃなくてですね 羽生選手が勝つことによってああやったーとか嬉しいとかありがとうとかってなるんですけどそれは自分の快感であってあとはメディアとかも視聴率が上がったりとかですねフィギュア界も鼻が高いよとか言うじゃないですか日本の格が上がったとかそういう感じになるじゃないですかそういう感じで羽生選手個人の幸せではなくてですね我々の幸せを羽生選手にに背負っっってててもらうっていうい感じになってますよねそれは大きな成功であってとても幸せなことでもあるんです でしょうけど逆にその幸せと同じぐらいのですねプレッシャーっていうのは背負っていくんじゃないかなと思いますねで今度あの羽生選手が転向することに決めたプロの世界はですねそれとは逆にですね一つの演目にですね長時間練習を費やすことができるようになるんですよねメディアとか我々の注目度が多分これから徐々に減っていくと思うんですよねでそうすることによって重圧から解放されて あの技のキレとかはですね自分のやりたいこととか自分のやりたい練習に時間を割くことができたりとかですね自由な表現とかできるようになると思うんですよねですので表現力っていうのはです、ね、これからバーンと上がる可能性が大きいいと思いますよねで今の羽生選手の目標は何かっていうとですねクワッドアクセルですよね4回転半自分の目標が自分軸に移ったってことですよね 何位だとかそういうのではなくお客さんを魅了するとか自分が自分自身に酔いしれるとかねそちらの方向に進めていけるんじゃないかなと思うんですよね。であとそれの理由としてですねやっぱり、ね、あの年齢っていうのもあると思うんですよね羽生選手今27歳ですよね。 で身体能力のピークっていうのはですねやっぱり20代なんですね、27歳だと少し下り上しに行くかなっていうところだと思うんですよね。正直、足首も消耗品として考えた方がいいと思うんですよね。で、あの自然治癒力はですねこれからどん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 落ちてきます。 だから今までのような詰まったスケジュールでやっていくとですね、どん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 ん足はボロボロになっていくので足首っていうのは土台なのでね、その上の技術とかですね、スキルとかいくら頑張っていてもですね、土台が崩れてしまうとですね、上の部分が全部崩壊してしまうんですねあ。だから足首をしっかり維持していくっていうのをですね、考えてゆっくりとしたペーストップギアに入って今まで進んできましたけどローギアにドーンと落としてですね、そのローギアに落としてトルクを今度上げていって。 でローギアに落としたところでクオリティを上げていくっていうことに進めていくべきだっていうふうにそれも判断の一つだと思うんですよねトップギアに上げるとどんどんスピード上がって周りの人たちを追い抜いたりそういう競争はできるんですけど逆に周りの景色っていうのは見えなくなりますよね反対にスピードを落としていく例えば車に乗ってるんじゃなくて歩いたりとかすると「あの花あ,あ花が咲いたな」とかねいろいろ景色が変わってきますよね。 あのフィギュアスケートってスポーツでもありながらそれと同時に演技芸術ででもあると思うんですよね年齢が上がっていくと体力とかそこら辺落ちていくと思うんですけど人生経験というのは増えていきますよねその自分の人生経験例えばあれですよねいろいろ挫折があったり成功があったり人生の浮き沈みがあったりとか、まあ、あとは。 あのまあ、恋愛とかもあるかもしれないですよね燃え上がるような恋したり逆に大失恋しちゃってですね落ち込んじゃったりとかですねそういうのをですね演技の中にドンと詰め込んでいくそれをですね表現力に変えていくことができると思うんですよね年齢が上がってくることによって一つの演技の中に深みっていうのが生まれてきたりですね、まあ、熟成みたいなことがしてくると思うんですよねクワットアクセルに関してもまだチャレンジの段階かもしれないんですけどそれ自体ができるようになって アアクセルをローギアに落としてもうちょっっとゆっくりなペースでその中身を充実させてていくってこととでできると思うんですよねでそれと同時に足首っていうのはあのローギアに落とすことによって回復もしやすくなってくると思うのであの回復しながら体の状態と付き合いながらあの演技を進めていくことができるそうすることによって選手生命っていうのも伸ばしていくことができる長く羽生選手を応援していくことができるそんなメリットも出てくるんじゃないかなと思いますね。 羽生選手なんですけど右足痛めてるって言ってましたよね側関節の外側人体ですよね外側靭帯っていうとですね3つの人体帯の総称なんですけど前挙肥じ帯ってここですね前挙肥じ帯と小肥じん帯小肥靭帯ですねであと後挙肥じ帯よく皆さんあの私たちが あの足くじいたとかって捻挫するところは、まあ、ここら辺なんですよね特にこの前虚品なんですけどここら辺グニュッてやるんで足を外にガクッとやりやすくなりますそういう人体帯ですねであとですね三角靭帯ここの辺りですね三角の形してるんですけどここの3つの人あここの靭帯ですねこのじん帯も、あのー、損傷してるとここの靭帯はですね損傷するとですね逆にこっちに内内側にですねグリッとなりやすくなってですね スシフマーズが潰れて足の裏のクッションがなくなってきたりとかしますよねそうするとここの,あの足首の痛みはもちろんのことですね膝とか股関節とかですね腰が痛くなってきたりするんですよねでそれに加えて下前経肥靭帯っていうんですかねここのところなんですけどここもボンってつくとですねここの2つの骨の間がガッと開くんですねこの開くことによってバガッとかあの足がですね食い込んでっちゃうような状態になって あのこれも不安定になりますよね多分ですね他の関節も相当ダメージ食らってるんですよね病名がついてないだけでダメージはかなり食らってますで何が言いたいかっていうとですねここの人体がですね全部ゆるゆるになっちゃってるんですよねゆるゆるになってるってことは不安定ですよね不安定ってことは痛いってことなんですねいろんなところがグラ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 してるような状態だしこのフィギュアのですね回転した時の パーンって飛んでジャンプして着地する時の衝撃っていうのはですね体重のの8倍の衝撃があるそうです。羽生選手あの公式データだと5 7キロっておっしゃってましたねだから5 7キロの、あのー、8倍っていうとですね4 5 0 k ロ。練習の時とかも含めるともうしょっちゅう4 5 0キロの衝撃をこれボン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 受けてなくちゃいけないんですね。それはももうたまったもんじゃないですよね。 だから痛み止めで我慢してたんだけど痛くなければいいかっていうとですね痛いっていうのはですね安全装置で痛いことによって安静を図らなきゃいけないんですけどその安全装置を外しちゃった警報装置を外しちゃった状態によって痛いまま続けてきちゃったんでそれでもう人体がゆるゆるになっちゃって人体っていうのはです、ね、基本的に緩んじゃうとです、ね、もう治んないですね。んんんだまんまになっちゃうんで 周りの筋肉で補強するとかですねあとはもうテーピングとかあとは靴とかですねシューズで補強していくしかないんですねあとは自然治癒周りの筋肉とかですね座軟骨とかですねそこら辺の治癒するのを本当は待つべきなんですけど今までは待つ暇がなかったんですねせめぎ合いにどん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 負けてきちゃったんですけど年齢が上がるとさらにですねその自然治癒力って落ちてくるんで今度はですね アクセルをですねどんとローギアに今度落とすことによって自分のペースを保っていくっていうのに持っていったっていうのもあるんじゃないかなと思いますさっき言ったみたいにですねもう結果っていうのは出したしもう皆さんの期待っていうのは一、あのー、つもうクリアしたなって思ってると思うんですよねで本当の羽生選手の目標っていうのは前の作った動画でもですね私語ったことあるかなと思うんですけど前人未到ってことですよね 今まで見えてなかった景色を見てみたいそういうのを求めていると思うんですねで、羽生選手締めくくりの挨拶でですね改めまして本当に応援していただき本当にありがとうございます真下ではなくてマスにさせてくださいっておっしゃってますよねそれはですね羽生選手はやっぱりいつまでもチャレンジャー挑戦者でありたいと思うんですよね挑戦な相手とかそのメダルを取るためにはですね他者だったんですけどそれを 自分への挑戦っていうのに今度切り替えていくっていうことだと思うんですよね羽生選手の幸せっていうのは一番の幸せとか幸福の追求っていうのはそこにあるかなと思ってるので我々ファンもですねあのメダルが取れないとかそういうのはあの一つ残念ではあるんですけどこれから羽生選手が求めてる幸せそれを応援してあげるのが本当のファンかなとか思うんですよねあの人生っていうのは本当冒険であり挑戦だと思うんですよね結果ではなくてその挑戦をしているプロセスをですね 今後も応援していくるそんな一ファンで私もありたいなと思いますねじゃあ今回の動画いかがでしたでしょうか面白かったなとか羽生選手に対するですねご意見とかありましたらですねぜひコメント欄にも残してくださいねでこれからもですね皆さんのお役に立つ動画とかあの羽生選手もですね新たな情報があったらですねお話ししていきたいなと思いますのでぜひぜひチャンネル登録の方をお願いしますでは今回もありがとうございました